では早速今日は中継です。ラジオ体操を終えたばかりの子どもたちが集まるとある場所と中継がつながっています。呼んでみましょう。中継先の柿田さん。おはようございます。 CCN の柿田優奈です。私は今瑞穂市にいるんですけれども、岐阜市の現在の気温がですね 26.1 度、そして湿度が 78% と、今朝は雲がたくさんあるのでそこまで今は暑くはありません。そして今私は瑞穂市牛木のこちらのお寺円龍寺さんに来ています。こちらでは6時30分頃に近くの公園で子どもたちがラジオ体操を終わった後に来るということなんですけれども、自転車がたくさん並んでいますね。多くの子どもたちが集まっているんでしょうか。こちら奥が本堂なんですけれども、子どもたちの後ろ姿と、そして先ほど前は声が聞こえてきました。それでは早速何をしているのか見に行ってみましょう。子どもたちの靴もたくさん並んでいますね。夏休みのこの7時過ぎの朝にこれだけの子たちがたくさん集まっているですね。それでは早速中に入ってみましょう。今は少しこう休憩の時間ということなんですけれども、手元には皆さん冊子を持っていますね。正面では住職の方が冊子を持って、まあ、子どもたちにお経の練習、お経の読み方の練習をされているんでしょうか。今から子どもたちが読むのを始めるようですね。それでは途中なんですけれども、住職の方にお話を伺いたいと思います。すみません、お忙しいところ。おはようございます。よろしくお願いします。こちらの住職の鹿野さんです。よろしくお願いします。今皆さんは何をされてるんですか。そうですね、夏休みのラジオ体操の後にずっと伝統的に行われている、はい、うんうん、お勤めの練習会をみんなでしてます、はい、なるほど。こちらはどういった目的で開催されてるんですか。これはですね、もちろんこの浄土真宗の教えに親しんでもらう、うん、お勤めの練習をしてもらうということもありますけれども、はいはい、まあ、多世代交流といいましょうか、うん、地域でのつながりとか子どもたちのつながりをこう盛り上げていきたいということもあって一生懸命力を入れてやっています、うん、はい、なるほど。確かにこう世代が分かれたいろいろな子たちが参加されてますね、はい、すいません、お忙しいところ。いい、80日目渋谷いいですか。3、はい、はい。こちらは伝統的なっておっしゃいましたけれど、はい、いつから行われてるんですか。これはね、もう歴代住職はずっとやってきてるんですけれども、はい、まあ、一時ちょっとうちの方がですね1年半で3人、おじいちゃんおばあちゃん母と亡くした時がありまして、うん、その時ちょっと止まってしまいましたけれども、はい、それから20年ほど前ですかね、復活させて、はい、最初は少なかったんですけど、うん、それこそ参加してくれない1人2人でしたが、だんだん10人20人と増えて今では40人近くは参加してくれてますね、はい、なるほど、はい、そうなんですね、はい、ありがとうございます。ではちょっとこの後お子さんにもお話伺おうと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは今お勤めの練習会が行われてるんですけれども、参加しているお子さんにもお話伺おうと思います。おはようございます。おはようございます。今は皆さん何をされてるんですか。今みんなでお参りの練習をしています、うん、私初めて見て難しそうだなって思ったんですけど、どうですか、難しいですか。人それぞれで簡単な人もいるし難しい人もいます。なるほど。
この後は何が行われるんですか？勉強会ですね。勉強会が、はい、なるほど、ありがとうございます。途中に失礼しました。続いてこちらの方にもお話を伺おうと思います。おはようございます。おはようございます。今は何年生ですか？6年生です。6年生ですか。この後は勉強会が行われるって聞いたんですけど、夏休みの宿題ってたくさん出てるんですか？ちょっと出てます。あ、そうなんですね。この勉強会に参加することでやっぱり勉強の進み具合はどうですか？めっちゃはかどるし楽しくできるので、うん、とてもなんか行きたくなります。あ、そうなんですね。昔からここには通ってるんですか？はい、結構去年とかその前とかから楽しくて来させてもらってます。そうなんですね。まだ夏休みあるので勉強もありますし遊びももちろん楽しんでくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは続いてこちらの方にもお話を伺ってみましょう。おはようございます。おはようございます。こちら小学生の方が多いかなってイメージなんですけど、今何年生ですか？大学4年生です。大学生、はい、なぜこちらに来てるんですか？あ、小さい頃から来ていて、うん、まあ、今も来させてもらってます。あ、そうなんですね。手元にお持ちのって写真ですかね？もしかして昔通ってた頃とかの写真ですか？そうですね、僕は小5、6年生の頃の写真ですね。どちらに写ってるんですか？へえ、こちらの写真を見ても今と比べるとやっぱり今はだいぶ人数増えてますよね、はい、人数も多くて、あと勉強会っていう、まあ、子どもたちのための活動もあってすごい素敵だなと思います。当時はなかったんですか？そうですね、なかったです、はい、自分も教育学部に行ってるんですけど、こうして勉強を教えることで、まあ、自分も勉強になっているので本当に素敵な会だと思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということで今こうやってお勤め練習会というものが夏休みのラジオ体操が終わった後に行われており、このお経の練習が終わった後は夏休みの宿題をみんなでやるということです。学年も様々なので教え合いができるというのが特徴で、もう多世代間の交流というのも素敵ですよね。ということで今日は瑞穂市牛木にある円龍寺さんから中継をつなぎました。夏休みというと宿題もありますが、早めに宿題を終わらせてその後遊ぶというのもいいですよね。それではスタジオにお返しします。はい、ありがとうございました。いや、毎日早起きしてラジオ体操にお勤めに勉強まで本当に素晴らしいですね、まあ、勉強会もあるということで、私も小さい頃夏休みに宿題を教えてもらう機会がもしあったなら夏休みの課題も早く終わったんじゃないかなと少し羨ましくも感じました。夏休み有意義に過ごしている様子でしたね。そして参加している側の教える側の大学生も過去に参加する側だったということで、こうやって地域の伝統として根付いていくのも素晴らしいことですね。エリアトピックスでもお寺や神社で子どもたちが集まって勉強を教え合う様子を最近のニュースでお伝えしましたが、瑞穂市の円龍寺では勉強のほか命やつながりの大切さを考える読み聞かせやお経を読む練習も行っているそうです。早めに宿題を済ませると楽しい夏休みを十分に満喫できそうですね。ここまでは中継をお送りしました。